本当に来ちゃったよ。そんなことより温水プールだ。見つからないように用心しようね。私生徒なんだし。その力があれば怖いもんなしだって。クロエすごく楽しそう。ここは彼女の悪巧みに乗ってあげよう。どっちにする？もちろん男子。やはり変態か。温水になってっかな。行け、オッターズ。猫の写真ってかわいそうではあるけど、カワウソが生き残れるといいね。これを調べてる時間はないな。よっぽど愛好心がないとこれは着れないね。努力は認めてあげようかな。さすが男子更衣室。あるある。子供の練習用だよね。ザックのジャージなんか触らないよ。ザックは不注意だな。私が見るとも知らずにさ。ジェファソン先生の教室で加工したんだ。でもなんで？電子タバコ流行ってるな。姉さんの処方薬いろいろあるみたいだけど、ほんと男子は下品だな。時代錯誤だ。あっそう。ほとんど空だ。男子も一応手を洗ってるのか。マックス・コールフィールド、モラルの体現者、それか独善的な偽善者。男は死ぬまで治らない。もう泳いでも安全だと思ったらこれだ。ボルテックスクラブパーティーのゲストリストだ。どれどれ。私の名前を見た時のみんなの顔を撮りたい。ここで溺れた人はいないと思うけど、多分。溺れたらここに来ればいいね。ネバネバしてキモい。みんな自分の石鹸を持ってくるわけだね。あら美人なんてね。今は完全に不審者の顔してるよ。レイチェル、自己顕示欲モンスターだ。ひどい言葉だといいけど。昔は女性がプールに入れなかったって本当？何このふかふかのタオル、欲しいな。プールに足ひれ？海軍のフロッグマンでも育成してるの？バスの切符？逃げようとしてたの？レイチェル・アンバーみたいに。
ビクトリアの秘密は自撮り？散々私をバカにして、いやダメだ、芸術家が憎けりゃ写真まで憎い。これいい写真だよ。カビの生えたシャツ、汚い。もう片方はどこに？ブルックはウォーレンとドライブインに行きたいみたい。プールの電気をつけてよ、ムードを出そうぜ。いい雰囲気にしてどうするつもり？バーカ、いいから早く。この辺りに電気の制御パネルがあるはず。かわいい、ハロウィンの赤ちゃんカボチャ。コーヒーと水泳、いい組み合わせ。カワウソパワーだ、オッターズ。あら、私に唇を奪ってほしいの？つまり重要なのは勝つことってわけね。覚悟はいい、マックス。最高、お風呂みたい。金も手に入ったし、もうこの世界は私のもんだ。まさか突っ立って見てるだけじゃないよな？ちょっと、悔しかったら来いよ。子供なんだから。カワウソ発見。ジャン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 。出たよ。それは分かってても怖いんだからやめて。サメのショーとかも無理なんだから。次やったら巻き戻して水に沈めるよ。ズルだ。ズルって、それクロエが言う？レイチェルもいればな。夜のプール気に入ったと思う。二人を会わせたかったよ。きっと会えるよ。いろいろあったけど、すべてつながっている気がするんだ。ケイトのためにも真相を突き止める。自殺しようとするなんて。その力がすべてを変えたな。特にマックス自身を。臆病者でうじうじしてたのは昔の話だ。それ褒めてる？うるさい。なんていうか、マックスが力そのものなんだよ。むしろ謎そのものだよ。ケイトの時も急に力を使えなくなったし、ひたすら時間を行き来してるだけ。でも何のために？私の時は使えただろう。どうにかね。でも、もし失敗してたら、ケイトは助かったけど、クロエは死んでたよ。大事なのはこれからどうするか。それにうちらは運命共同体だ。私なしじゃマックスは力に目覚めなかったんだから。そうだね、クロエがいると自信が湧いてくるよ。私もだ。この街もマックスがいれば悪くない。本当に？もっと自信を持ちな。マックスより頭が良くて才能あるやつなんていないよ。レイチェル・アンバーでも？人をレイチェル信者みたいに言うなよ。それにマックスも男子に人気あんだろ。ウォーレンとか。ウォーレンはいい人だよ。いい人？
なんだ、脈なしなのか。うん、ウォーレンはイケてるよ。姉さんから守ってくれたし。でも力のことはまだ教えてないんだ。心配すんな、弱い自分さえ克服すれば何だってできる。クロエと一緒ならね。そんな顔すんな、ずっと一緒にいるから。少し冷えてきたね。はしゃぐつもりがおしゃべりになっちゃったからな。まあいいか、もう1年分ぐらいプールに入った気がする。でよ、そうしようか。水から出たら凍えるかも。塩素が体中に染み込んだ感じ。薬品まみれの髪も悪くないよ。ありがとう、クロエもね。やばい、周囲をしっかり調べるんだ。勘弁してよ。どこかに隠れるか、あるいはその両方か。どこに行った？おい、いるのか？誰かいるのか？いい加減にしろ、悪ふざけもここまでだ。本気だぞ。さすが私。逃げるよ。道を探さないと。ふざけてるぜ。寮に戻る気かよ。見つかったらヤバいぞ。うちに来な。警備主任の家に泊まった方が安全だっていうの？本気？乗って。